はい、続きいきましょう。グランベロス帝国ですねを落としていくと、そんな感じでございます。まああとはね、もう、まあ、最初見ましょうか。もう一回全体こんな感じですよと、まあ、縦に長いマップで敵も縦に並んでいるので、まあ消化試合的なそんな気がしないでもない。カタパルトがグランキャノン、キャノンになってるね。まあ多分9マスだったと思うんで、1,2,3,4,5,6,7,8,9、ここがちょっと怖いので、ここかな、いけるとしたら。まあそもそもいけねえと、そもそもいけなかったっていう、まあ、1マスで終了でいいかな。あ、ヘルファイア仕掛けていくね。仕掛けられるとこは仕掛けていきますね、さすがに。あれ倒した、あ倒したか、 OKOKOK で、ここを1マスだと狭いので、サンダーで破壊していきましょうと。マジック陣は大量にありますから、 OK。 なのでね、召喚もガンガンにいける、ガンガンにいけるけど、まああんまりそこまでがっつりは使うのは怖いですよね。1,2,3,4,5、ここ行っても大丈夫か。そうしたらサンダーダストでちょっとでも破壊しましょうか。あーでもあいつ動くんかな。あ、ちゃんとアイスブレスやってくれたわ、ちゃんとやってくれると。あの右端にある砲台意味あるんかねっていう、あんまねえよね。これはリヴァイアさんで倒せるかな、どうかな。選択でいける。3,4、ここはちょっとまずい、ここですね。緩む、あ届かねえか。ガルーダーとレベル1になっちゃうんだよな。 OK、 まあ倒せたらそれはそれでいいんじゃない。よし、まあ雑魚のアイテムはほどほどに。でまあ上が自由に空いてると、まあカタパルトだよな。まあグランキャノン、まあ放置でもいいっちゃいいのか。ちなみにここ大丈夫なのかな。 9は届いたと思うんだよね確か。まあ2発食らってもテッシーだったら、あ来ないですね、来ないというか届かないのかな。え、何マスでしたっけ。ほんと最初の方のマップで何マスかって8マスか、あそうか8マスかな、もしかして。ここちょっとここで実験してみます。多分8で届いて、で範囲が2だからテッシーまで届く、そんな計算だったような気がするな。ね、この手堅くいく、久々に手堅くいってる。これでバハムートは届かんでしょう、さすがに届かんね。ただセンダー、あーえこえな、なにここ1マス使っちゃってんの。ここ行きたいんだよ、なんでちょっと行けなくなって。あれこれまだ破壊されてないっていうオチ、もしかしてここ
瓦礫、あ、いけるよね、いけるよね。パピーちゃん大丈夫か。とりあえずこれでちょっとやっていくしかないか。多分8マスだと思うんだよな。カタパルトレベル10。あ、8じゃない、7でしたね。今一瞬見逃しそうな感じだったけど7でしたね。じゃあ余裕か、余裕すぎますね。気をつけていけば全然ですね。はい、いやこれはでも慎重に行くのでかなり長い戦いになっちゃうかなっていう感じですね。申し訳はないんだけど、いや意外に、瓦礫ってすごいマス取られるんだね。これ結構いけないのよ。あ、まあ歩けるよね。ドラグナーだからちょっと瓦礫嫌よとかそういうあれではなさそうだね。1、2、え、いや今カタパルトから数えてんのね。2、3、4、5、ん、ちょ、もう一回いいですか、ちゃんと数えたい。1、2、3、4、5、6、7、ここの縄文の次のとこまで当たるからここは大丈夫だと。まあ厳密に言うと当たるのよね、厳密に言うと当たるけど、あいつ撃ってこねえから射程の範囲内になんなければ。でもうバハムートでいいんじゃね。ちょっと待って待って、ちゃんと属性見よ。すいませんね、毎回 OK、 特に属性はなし。じゃあもうイケイケどんどんで行こう。しかもあいつ回復、建物の上にいたな今な。ドラグナーいいっすね。今度こそはもう全員に大ダメージですよと。バハムート長老ですから。神竜、うわすっげえ、おえー、道が超壊れる。うわー、そこかー、そこ行くんかー。まあしょうがねえか。ここはまずいな、しょうがねえか。届くと、よしガンガンに行っちゃいましょうよ。いや結構、まあ実況で喋っていきますけれども、もちろんいつものように今しがた言ったようにかなり長い戦いになりますよ。決してね難しいとかそういうあれではないんですけれども、慎重に行くと長くなるんで。でバハムートラグーン、これはナンバー57。なかなか長いですよね、なかなかですよ、これはなかなかね長くなっちゃってるんですが、ほんとねお付き合い1パート1からね見ていただいている方とかありがとうございます。今だいたい昼にねバハムートラグーン上がってるんですけど、夜ねの方にも普通のゲーム、まあ RPG の方が多いんですけど、まあこれ上がるのいつだろう、もう9月ぐらいになってんのかな。もう自分でも一応把握してるつもりだけどあんま把握してないっていうね謎の状態になってて、で多分もう夏になってくるので、
夏になってくるのでっていつの話してんだって言うんだけど、まあ夏になって時間空いたら他のゲームもね、ファミコンとか特にね、特にアクションとかをバキバキに上げていきたいとは思ってるんですけど、多分これこの今のこの動画上がってる時にはまあそこそこちょっとずつもうちょっと増えてると思うんですよね。あ、でそうそう、で話戻すと、まあ昼にお昼にこのバハムートラグーンシュミュレーション RPG がまあ多分上がってるはず、基本的に上がってますよと。で夜に通常のゲームなんか続きもんのゲームやってて、それに加えてアクションゲームとかもね増やしていければなーっていう感じです。どうしよう、カタパルトね、こっち放置していくか、こっちどうせ雑魚だしな。左だけ倒していきます。そうなのでそっちの方もね見ていただけるとね嬉しいですっていうことを言いたかったんです。それが言いたかったんです。シミュレーション RPG やっぱりねなかなかなんですよ。前も言ったけどやっぱりなかなか長くなっちゃう点があってね、まあ正直言うと実況向きではないゲームですよ。言っちゃえばね、言ってしまえばもうそんな感じですよと。現に高校のマップとかさ、やることはもう決まっちゃってるからね。決まってて、まあ消化試合言ったけどなんか消化試合的な感じになっちゃってますでしょ。そうなんですよね。こっちかな。そうなんですよと。なのでまあそもそも実況としてあげるのもどうなのかっていうこともあるんだけど、やっぱり好きだからねやっちゃうんですよ。で加えてあんまりねやっぱり実況しにくいのか、他の人とかもねあんまりやってなかったりするゲームもあるので、そこにそれをやっていけばいいのかなっていうのもちょっと思ってたり、それをねやっぱりやっていくと動画自体が少ないから、そのゲームのまあ普通の人の目にも止まるのかなってちょっと思ってたりもします。ハルマゲドン使えるね。ピーちゃん行っちゃって、もうここで消せられるかね、勝負消せられるかこのターンで。あーいけそうだけど、あいけるか、これはいけるかどうかですね。そんなの当たり前だと、いけるかどうかはそんな当たり前だろうと。あーこれリヴァイアさんとかで固めちゃえばよかったのか、湖を。バムート、もう姫の中に入ってからすんごい仕事させられてる。もう新入りめちゃくちゃ仕事させられる。おじいちゃんだぞと、他の若いやつらにやらせろと。いやーもうお願いしますよって。もうバハムートといってただもう召喚の代表ですからね、本当にそれしかないでしょう。もうやってくださいと。よし、ウニウジ、えそんなにみんなウニウジ欲しい、そんなに欲しいもんなんですかね。 1,2,3,4,5,6,7、 あーまあまあこっちかな。まあいっか、ダメージ受けたとて、受けたとて、もうサラマンダー一人の、そうだよね、一人の代わりじゃないと受けちゃうと。
仕方ない、こっちとら回復できるから、なんどうとでも来い、どうとでも来いと。ここにね、増援とかがあったらやっぱりもうひとひねり面白いことになるんですけど、おそらく増援はないと踏んでます。やっぱりそれも今までの感じからしてね。パピーちゃんもね、 HP 増えてきたから、まあまあいけるでしょうと。スンと、でもこの罠は面白いよね。ヘルファイヤーだと、なんだと、それは敵なのか。あ、敵なんですね。あ、そう、カール・グスタフ。あ、そう、ちょっと近づいちゃったけど大丈夫だったかな。射程広そうですね。これはまずいですねこれまずいですわ。大丈夫か。まあマックスだったら大丈夫でしょう。 HP な、マジック陣いっぱい買っといた方がいいですね。もっと、もう少ないから、もう少ない、召喚しまくってるから、もう少ないですから気をつけないとですね。これでホワイトね、これでカバーできるからいいのよ。上位部隊以外でこれ素晴らしいよね。ウィー、息子アップ。そいつはだるいな、そいつな。カタパルト、上からグランキャノンやってくるわけでしょ。なかなかだな。いけるかいかないか。グランキャノン1、2、3、4、5、6、全、まあまあまあ大丈夫だと。まあみんなで攻めれば怖くないの精神かな。信号でみんなで渡れば怖くないって言うけどさ、子供ながらにすげえ怖えって思ってたけどね。あれ、何のあれもないからね。信号無視はね、信号無視の話どうなんすかね。そんな需要ないよね。そこまで信号無視に対する考え方誰が聞くんだって。あの、ちなみに信号無視はねしないですね。はい、私しません。誰も通ってない赤だったらどうなのかな。本当に急いでるとかだったら渡るのかな。でも基本的には渡らないですね。あの、そんな信号無視したぐらいの時間でやばいやばい、ちょっと待て待て待て、テッシーやばい、これはあ、これどうなる。は？おい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 。どう？こいおいおい、ちょい待って。いやー、これ初見殺し。信号無視したらこうなるからしませんと。はい。ちょっと待って。波動砲。おいおい、待てよ、このや、あ、優しい。選択優しい。特別に売っちゃうよ。
いやあれ絶対初見殺しだろう。俺初見じゃないけど、あんなの覚えてるか、あんな技あんの。マジかこれ。諦めちゃいけませんよ。いや誰も諦めてない。分かればもう大丈夫。まあ行くわ行くわ。出撃ワオンとこの野郎いやこれバハムトラグーンさ、バハムトラグーン結構やり込んで詳しい人待ってましたって感じでしょこれ。いやまさにこれを待ってたと。50何回2ヶ月近くこれテッシーがこれやらかすの待ってましたと。これよジークフリード武器が、あの伝説のなんかね、伝説の名前使うな。どこにでも出てくるわジークフリード。マジか。でしかも範囲がむちゃくちゃでしたね。ここら辺に打ってさ、マテライトぐらいまで届いてたから。出た出た波動砲。パルパレオスが言ってたことがよくわかったな。ちょ、油断というか、もうしょうがないこれは。はい、そうしたらこれを波動砲届かないとこぐらい、ここら辺ぐらいに集結した状態、ここら辺ねに戻します。戻し作業して、じゃあこっから行きましょうっていうところから次回の動画スタートさせたいと思います。はい、波動砲の回でございました。失礼いたします。